入る瞬間を人に見られるな。のれんに派手にぶつかるな。のれんに隙間ができた瞬間に侵入しろ。了解。棚を回ることによってこの空間に新たな空気の流れを創造中だ。あ、どういうことだ。まあ見てろって。今隙間が。潜入成功でね。すっげえ、入りの瞬間が見えなかった。さすが坂本。しかし遅いな。うん、のれんもピクリとも動かないぞ。もしかして脱出できねえのかも。え、うわっ。よー、音声で指示を出すので、それに従って移動してもらう。今、このフロアにクラスの女子が3人潜伏している。邦画コーナーに1人、洋画コーナーに1人、 CD コーナーに1人。了解。それは置いといて。本日はいい天気ですね。うん、今日はいい天気だよね。くっしゃ、ロボットダンスを駆使して話をベルトコンベアに流しやがった。よし、いいか、次が最後の関門だ。成人を演じろ。これが一番難しい。決して動じるな。了解。お客様、こちらで本当にお間違いありませんか？いいえ。これも追加で。お客様、現在27歳なんですね。それにしては随分お若く。もう一揺さぶり。お客様、こちら1週間レンタ当日で。それお高いんでしょ。急いでいただけませんか。次のクライアントまでそう時間はありませんので。どっちだ、金持ち高校生か、童顔の外回り営業マンか。 Time is money。ありがとうございました。